ねえ。ここまででかい剣になるとはね。これでは動けない。やるじゃねえかあいつ。ゲンマ、悪いが俺の言う通りにしてくれないか。近く本物のマダラが江戸転生で復活した。すみません。あれ、行きますよ。驚いたわね。俺たちはもともと四代目火影を守る護衛小隊の忍びです。ただし四代目と違って三人でやらないとできなくて。通してきてください。ここは忍び方の七人衆の僕が死守。長十郎、里を出てから随分たくみます。了解よ。遅れるのは今季だけで十分。